これはおととい、東北部の遼寧省瀋陽市で撮影された映像。恒大集団傘下の会社が販売した金融商品を購入した人たちが瀋陽市や南部の海南省など各地で恒大集団などに滞っている元本や利息の支払いを求めました。広東省深圳市では、お金を返してほしいだけなのに、こんなに多くの警官に囲まれてすごく不安、何の法律違反もしていないのに。女性は深圳にある恒大の事務所を訪れ、直接訴えようとしたのですが、最寄りの駅で待っていたのは制服や私服の警察官たち。女性は取り囲まれました。身分証を見せてください。なぜですか、怪しいものは持っていません。警察官は必要に身分証の提示を求めるなどして行く手を阻み続けます。私はただの主婦なのに、警官がこんなにも返金の要求を止められました。その後、この女性を含め深圳に集まった人たちはバスに乗せられ、恒大の担当者がいるという場所に連れて行かれたものの、担当者はおらず、結局訴えが聞き入れられることはありませんでした。中国の不動産業界で2位だった恒大集団。しかし中国政府が不動産バブルを抑制するために融資引き締め政策を取ったことで急速に資金繰りが悪化。去年秋、日本円で32兆円という巨額の債務を抱え、経営危機が表面化しました。恒大をめぐっては夏に予定していた再建計画の発表が先送りになったほか、今後の収益の柱と位置づける電気自動車事業も天津市の工場の従業員を6割削減すると伝えられるなど、再建のめどは立っていません。そんな中、先週末こんな噂も。巨漢氏が建物から飛び降りた。恒大集団のトップ、許家印氏が亡くなったという説です。恒大側は許氏の肉声をわざわざ公開するなど火消しに追われました。要加大交流场景的生产推广工作。ゼロコロナ政策とともに不動産市況の低迷が経済減速の要因となっている中国。恒大集団の苦境は今の中国経済の象徴とも言えそうです。